アップルデイリー読者の皆様、どうも渡辺直美です。よろしくお願いします。瘦子不懂胖女孩、渡边直美代自创品牌公台。プニューズ in 台湾ということで、ポップアップが成功しました。オープンしました。イエーイ。欢迎直美酱又来台湾啦。台日混血的她5日现身宣传自创品牌 Pnews 首家海外快闪店。いや、すごい嬉しいです。いつか Pnews を海外に彼も伝えたいと思って、絶対1点目とか一発目は絶対台湾がいいと思っていたので、こうやってポップアップができて、もう本当夢が叶いました。本当ありがとうございます。品牌成立四年，主打谁都能穿的时尚，尺寸从 free size 到 6L 都有。但 Naomi ちゃん最烦恼的是，ニュースの一緒に作ってるチームが全員ガリガリなんで、太ってる人の気持ちを何回も言ってて、いやこれはきつい、これはきつい、言っても伝わらないことですね。而他为了台湾快闪店，特地设计了小笼包图案的 T 恤，当然还有其他好货啦。当然，まずこちら、このね刺繍のやつが可愛いですよね。でシャツもすごいなんかね、あの夏には涼しいシャツになってるんですけども、で今度にちょっとパンツを合わせてインにしてもいいし、アウトにしてもいいし、なんかちょっとショートだけになってるので、いろんな洋服と合わせやすいコーディネートになってます。で足元にも同じ絵が入ってますんで、このジーンズいかがでしょうか。デートの勝負服で言ったらワンピースだったりとか、ちょっとこう胸がこう綺麗に見えるようなお洋服を作ったりとかしてますので、娱乐動新聞9月30日まででございますので、皆さん早く遊びに来てください。バタオ